トームの覚え方トームで、本とか、まあ、大きな本みたいな、まあ、ちょっと学術風味のちょっと、大きな本とか、こういうふうに使ってます。lies the only copy of a 240 page tome, recently carbon dated to around 1420. Its vellum pages feature looping handwriting and hand drawn images seemingly stolen from a dream. 500 page tome that is in six languages,、mm hmm. and then can you let. competition was unbelievable, said Tomei. エクスプッツ、エブデンス、ベース、エヒュージトーム。I could write a scholarly tome about how、uh, robots are becoming more beautiful. おばかたこう。武藤トームハザカ academic ム o m 武藤トムは学術書を持っています。あ、知ってるこの子。AKB でパッとしないからって気象予報士の勉強して5年かけて撮ったんでしょすごいよね。あ やっっぱこういうい学術書はたくさん持ってるよね、そりゃね。そムドトムー has academic t トー e s <リ> 武藤トム知らないからねうん,なんかいまいちかなって思ってたんだけどよくよく考えてみたら覚えやすいなと思うのがこれ武藤トムまあ確かに AKB なのにもかかわらず5年勉強して撮ったっていうのがすごいっていうのもあるけどこの武藤トムってさ、ね、この証明書からもわかる通りさこれ本名なんだよね。 仮にあなたが無糖トム知らなかったとしてもさ、よく考えてみて。自分の苗字が無糖だったとして、娘に何ていう名前つけようかな。俺苗字無糖だからな。逆から読んでトムにしようっていう人だよ。<laughs> それどういう、どういう親その無糖の逆から読んでトムありきで、でもトムで、 うんどういう感じやってようかな十10個の夢ってよくないみたいな。じゃあ、武藤トムにしようっつって。もうどういう親っていうことを考えると、まあ、覚えやすいかもしれないよね。だってこれ、芸名かと思ったら本名よ、これ。まあ、トムはなんとなくおしゃれな感じにつけたかったのかなって思うんだけどさ、よくよく考えてみたら、この人は名字武藤なのよ。もうどう考えても逆からトムっつってつけたに決まってんじこんなの。 なんか、ローマ字で名前書いたらおしゃれじゃないみたいな感じでつけたに決まってんじゃん、こんなの。親どういう神経してんのよ。だってその親の両親は少なくとも4人いるわけだからね。誰かしら突っ込まないのちょっと。ちょっとそれ、狙いすぎじゃないとかさ。 しかもこの人の両親にだって兄弟もいるわけだからさちょっとお兄ちゃんそれ無糖だからっつってトムっていうのはねとか言わないしかもトムってなんか10個の夢って書いてなんかいい意味っぽく見えるかもしんないけどよくよく考えてみるよこれ10個の夢よ 僕の夢は10個ありますなんていう人ちょっと信用できるそれ普通夢って1個でしょ頑張れば夢は叶うとか言うかもしれないけど10個の夢はさすがに欲張りだろうだってワンピースで例えるなら海賊王に俺はなるっつったねうんこれを10個の夢で例えるよ こうだよ海賊王と海軍大将と世界政府の王と天上人と深海民族の王と山の神と世界一の剣豪と世界一の医者と世界一の考古学者と世界一の航海士に俺はなるんつったらさどれか一個にしろよってなるじゃないもっと恐ろしいことはこれ武藤トムでしょこれ結婚したら名字変わるよね鈴木さんと結婚したら鈴木トムになっちゃうよねそしたら この子が結婚してからの後、鈴木トムですって言ったら、え、10個の夢って、え、なんで10個の夢って書くんですか鈴木さんって言われた時に。いや、あの、旧姓が無糖で、多分親が逆に読んでトムにしたらいいんじゃないかっていうとこから来てますっていうのを、結婚してからこう何百回も説明しなきゃいけないと思うんだよね。YouTube の再生リストで復唱しよう。レベル別に分かれてるよ。